どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。今回ですね、ノートを使って自分が元気になる方法っていうのを自分で考えたりとか、頭の中で整理する方法っていうのをね、紹介していきます。で、皆さんも一緒にやってみてくださいね。で、使うのはノートとペンだけですね。で、まず自分がなりたい状態。まあ、例えばこれだと、元気になりたいとかね、元気になるっていうのをど真ん中に書いてみてください。はい、ど真ん中にね。で、これがなんでど真ん中になるのかっていうのは、この後分かっていきます。で、最後まで見てくれたら、自分でこういうふうに考えると、いろんなこれ、例えば元気になる方法だけじゃなくて、学び方とか、こういうふうなことをやりたいと思ったら、それに対する方法みたいなものを編み出したりするときにも使えたりもするので、ぜひぜひね、最後までチェックしてみてほしいと思います。いきますよ。そしたらこの真ん中の元気になるっていう方法のところに線を引いていきます。シャシャッとシャッ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 で囲います。そうすると皆さんが見たことあるような、はい、マンダラのチャートになります。で、ここから丸バツをつけてゲームをするのかっていうと全然そういうわけではないんですけれども、こんな感じにマス目を作ってあげます。で、ここからがポイントなんですけれども、このなりたい状態、自分がなりたい状態、例えばこれだと元気になりたいなって、で、そのための方法論をここにポン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 と入れていってください。で、これは思いつく限り全部書いてくださいね。この全部埋めてください。人間ってこういう風に穴があると埋めたくなるので、これも使っています。そういうところも使っています。人間の特徴っていうのも利用して自分のアイデアを出しやすくしていきます。例えばお薬ですよね。パッと思い浮かぶのは皆さん多分飲んでらっしゃると思いますね。まあ、サプリメントでもいいですけれども、お薬だと思いますね。うん。で、お薬っていうのは別に悪いものではないので、使い方によって全然自分たちの味方になりますね。はい、お薬。今ここにちょっとワンポイントあるんですけども、これは書かなくて全然大丈夫です。まずお薬がね、飲んでる方はお薬って書いてみてください。で、運動ですよね。やっぱり元気になるためには運動が必要だって。で、こういう風な完璧を求めずに、自分の頭にある知識っていうのをポン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 書いていってください。運動が必要ですよねって。どん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 書いていきます。で、これをがっつり書くとこういう感じになります。ポン。はい。見えますか？元気になるためにはお薬がね、使えたり、運動っていうものが使えたり、で、食事だよね。食事大事。食事っていうのが大事だったり、はたまた睡眠、知識も必要だよね。で、瞑想が使えたりとか、自然っていうのが大事だったりとか、はたまたね、歩くっていうことが大事だったり、まあ運動の中にも含まれるんだけども、頭の中からなかなか出てこないなって時は歩くとか、こういうふうにね、ちょっと分けちゃっても全然大丈夫です。で、ここからが、ここでね、皆さんね、元気になるための方法っていうのをこういうふうに書き出すと、皆さんね、ここで面白いことが一つ起きていることに気づきますかね。自分だったら、この中でどれをしようかなっていうふうに考えると思います。そうした時に、答えが一つじゃないっていうことに気づいてほしいんだよね。これ全部やっていいんですよ。全部効果があるものなんだけども、人間って面白いもので、こういうふうに書く、で書くその方法論がいっぱい見えてくると、自分だったらまあとりあえずお薬をちゃんと調整しようかなっていうふうに考えて、ここで終わってしまう。うん、はたまた運動だなって、運動に着手しようかなって思って、ここで考えが終わってしまうことがあるんだよね。ではなく、これ全部使えるんだよね。全部使えて全部組み合わせることで、どんどんと元気になっていけるんだ。こういうことにも気づいてほしい。人間はなんか一つの正解っていうのは一つなんだって勝手に思い込んじゃうことがあるから、こういうふうに紙に書き出すことで、いろんな方法を使って元気になることができるんだっていうことを気づけるよね。客観的に気づけるんだ。で、ここからもポイントなんですけれども、このじゃあこれね、じゃあ歩くっていうこと、まあ運動でしょうか、運動をどういう運動をすればいいのって、ね、ここを調べたり、この調べるっていうのは本を使ったり、僕の動画に、僕のチャンネルのリストにある動画を見て、選ぶでもいいんですけれども、この後にまた書いていったりとか、こういうふうにマス目を増やして、どん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 アイディアを増やすこともできます。どん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 増やすこともできます。ちょっとね、幅が今回あまりないので増やせられないんだけども、こういうのってマンダラチャートっていうんですけどもね、これどんどん増やしていって、この方法はじゃあこういうのがあるよね、こういうのがあるよねって増やしていける。今回はまあこの9マスだけで解説していくんだけれども、こんな感じに自分が元気になる方法っていうのはこういうことだよね、こういう方法があるよね。で、今自分が取り組んでいるのは、皆さんが多分取り組んでいると思われるのは、まあ、お薬飲んで運動しようかなって、このあたりだと思います。けれども、もうたくさんたくさんいろんな方法は他にもあって、自然の中を歩いたりとか、瞑想したりとか、いろんなことを学んだり、睡眠の質も上げていったり、食事に食べるものを変えていったりっていう方法がありますと。ね、できることはたくさんあります。けれども、人間は面白いもので1個しか選べなく、1個だけ選んでこれが本当に合っているのかなっていうふうに考えちゃうから、全部ある程度やっていけばいいんだよね。ね。で、さっき言った通り、これは
プラス要するに、運動と食事、ね、組み合わせるといいよね。そりゃそうだよね。で運動と食事組み合わせたりとか、運動食事しかも自然の中でやるバーベキュー、めちゃくちゃメンタルにいいと思わない？ね、バーベキュー、外でバーベキューで海辺でバーベキューするとすごい気持ちが落ち着くよねっていう風に、こういう風な組み合わせも考えられたりするから、まずね思い浮かぶ分だけこの9個のマス目、8個か真ん中に目的書くから書き出して、あ、こういう風な方法があるんだ、自分が今知ってる方法で自分を元気にしてあげられる方法っていうのはこれだけの数があって、しかもさらに組み合わせることでいろんな方法があるんだ、じゃあなんとかなるんじゃないっていうふうに考えられたのをするよね。はたまたこういうふうな知識一個一個深めるっていうこともできるよね。瞑想ってあるけども実際にやったことなかったりするし、どれぐらいやればいいんだろうとか、そのための動画ってどこにあるんだろうっていうふうに調べられたりとか、知識ね、知識もっとなんかいろんなものあるんじゃないかなとか睡眠ってどうなの？睡眠って皆さん練習したことあります？僕の昔話ですけど、僕小学校とか幼稚園とか、僕が自分自身その気がついた時、あの物事を考えられるようになった時にやったこと、寝る練習ですよ。寝る練習、眠れなかったから寝ることに練習したことありますか？皆さんなかなかないと思います。まあそんな感じ、睡眠っていうことも大事だよっていうことがあったりとか、まあ、食事もそうだよね。こういうふうにどん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 分解していって、自分ができることからどんどん取り組んでいってほしいと思います。でさっき言った通り、歩くということと食事っていうことが組み合わせられるように、はい、食事だよね、食事とか、あとかける自然とかね、はい、こういう風にどん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 と組み合わせがね、どん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 組み合わせて、歩くっていうことと、食事っていうことと自然っていうことを組み合わせると、自分が元気になるためにぐんとねレベルアップできますよと、自分のその方法が効果がもっと上がりますよって、レベルアップね、レベルアップするよってことも分かる。こういうふうに自分が知ってる知識の中だけでも組み合わせることで、自分今の自分よりも元気になる方法とか成長する方法っていうのはどん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 見つけられるから、どんどんとねこういうふうに一旦紙に書き出して頭の中のことを整理して、整理した上で使えるもの使えないものを取捨選択して、どんどんと自分のために行動していってほしいと思います。でこの方法っていうのはもうおじいちゃんおばあちゃんからね、子供さんまでみんなできる、みんなできるからこそ素晴らしい方法だよね。誰でもできて、こういうのもあるよっていうふうに共有してもいいだろうしね、家族内で。で、まあ、まずはとはいえね、これを書くことから始めないとやっぱりいけないわけなんだ。やっぱり行動するっていうこと、紙に書き出すっていうことを習慣化して、で自分の頭の中の問題っていうのは紙の上で考える、こういうふうな、まあ、マンダラチャートを使ったり他にもいろんな方法があるから、紙の上で考えるっていう習慣をつけていくと、自分の悩みは紙の上で解くものなんだっていうふうに考えられて、あーこういう不安がよぎった、しんどいな、あよしじゃあ紙の上に書いて解決しようかっていうふうに考えられる。一方でこれを頭の中でやろうとすると、これを全部頭の中に一旦置いておいて、さらにその中で、こういうような組み合わせを考えていてできないから、する必要もないし、その天才だったらできるかもしれないんだけれどもね。でこういうなので一旦悩みとか解決したい問題っていうのは紙に書き出して整理して、新しい解決策っていうのをどんどんと付け加えていってほしいと思います。でねこういうのね、紙に紙というかノートを、一冊のノートを買ってこういうのをどんどん日記も含めて書いていってほしいっていうのには理由があって、これ付け加えられるんだよね。あこの時この方法で挑戦したけども実はこういうのがいいんじゃないかって思ったら、またパパッと書き加えられたりとか、そういう風に自分が挑戦したやったことをさらに調整微調整したりとか、新しくこう付け加えたりとかできるから、そういうのって料理のレシピみたいなもんだよね。前回は卵焼きに塩を振ったら美味しかった、じゃあ今回砂糖だったらどうだろうか、牛乳だったらどうだろうかね、加えてその牛乳を入れた卵焼きの上に醤油かけたらどうなんだろうか、美味しいんですよねっていう風に、どん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 レシピっていうのは調整できるから、こういう元気になる方法っていうのも調整できるから、組み合わせも無限大になるからっていう風に、元気になるための方法っていうのは無限大になるから、自分たちに合った皆さんが好きなやりたいもの、運動したい人は運動すればいいし、自然が好きな人は自然に行けばいいし、で自然の中で運動するっていうのは効果抜群っていうのはもう分かってるから、それもやればいいし、ね、でお腹が減ったりとか美味しいもの食べたいんだったら外でバーベキューするでもいいし、はたまた外はあんまりだなって、虫もちょっと嫌だなって思うんだったら本を読む、で本を読むんだけども家の中で読むだけだと辛いから、その中に自然を置いてあげる、で虫がちょっと辛いなと思ったらその増加とかでもいいっていう研究があったりするからっていう風にね、どん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 自分の中の自分なりの解決
策っていうものに近づいていけるから、どん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 紙に書いて、挑戦していって、調整していって、元気になっていって、やりたいことにね、着手していってもらえたらなと思います。で、どんどんと、そういう、こういったね、ノートの内容っていうのもどんどん公開していくし、この内容自体もブラッシュアップしていくし、もっと面白い例え方が見つかったらとかね、もう動画も更新するだろうし、こういうのをね、楽しんでやっていってほしいと思います。解決することっていうことを自分の中のゲームとしてね、置き換えて、あ、これだったらいけんじゃない？あ、これダメだったな。じゃあこういう風にしてみようっていう風にどん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 ね、カードゲームみたいなもんで、そういう風にね、ババ抜きもそうだよね。ここを取ったら、あ、違うなと。ここをこう、これはいくんじゃないかなっていう風なのと同じで、どん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 その不安に対して、自分が解決したい問題に対してゲーム、感覚で取り組んでいってほしいと思います。そんな感じで今回は自分の元気になるということね。自分の元気になるということをマンダラチャートに書いて、こういうふうに縦縦横横四角で囲んでマンダラチャート作って、その中に自分の頭に浮かぶ解決策をバーッと書いてね、一旦自分ができることっていうのを整理して実際に行動に移していってほしいなと思います。そんな感じでね、またお会いしましょう。ちょっとずつ良くなると思うので、難しく考えずに、完璧を求めずに、とりあえずやってみる、何も考えずにとりあえず書いてみるってことから始めてみてください。そんな感じでまたお会いしましょう。またね。ちょっとずつね、良くなると思います。